コンタクティー、グレゴリー・サリバンさん、ニューヨーク出身でございます。どうも、こんにちは、皆さん、こんにちは。日本語は大丈夫ね。なんかここに来たことがあるという、はい、今日初めて知ったんですけども。そうですね、2012年、はい、こうやって、資料館、天神ね、ジャックソン天神で、そして、ここでちょっと、まあ、その時、不思議現象を行ってました。はい、実は、天気と関係してるもので、同じくこのぐらい曇ってたのに、はい、その時に集まってた、お願いいたします。はい。UFO 体験を語っていただきたいと思います。はい、西脇市議会議長、林議長でございます。なんか UFO このイベントが、予定されてからすごく Facebook で UFO についていただいているんですが、一体どのような経験だったのかというのを私が生活で寝てたんですけれども、寝てると電気がついている反対側が窓だったんですが、うん、2階の窓で、はい、そこがパーッと明るくなったんです。じゃあちょっと一回休憩しましょうか。お酒でも皆さん。作曲、葵さんでございます。そんな持って行き方されたの初めてですどうも、はじめまして、皆様、お久しぶりです、皆様、ご無沙汰してます、皆様葵です、よろしくお願いします。皆さん、お待たせしました。宇宙祭へようこそ。UFO 見てる皆さん、更新しっぱなしでお願いしますね。暗くなるまで、ビンビン、ビンビンビートってなんかそんな昔の歌がありそうですけど、ないか知らないない、バリバリ、なんか更新しまくってくださいね。 UFO 来なかったら寂しいし、皆様のおかげで雨が止んでます。降ってません。ありがとう、みんなありがとう。奇跡ですね。奇跡、本当奇跡。へその緒の歌に、へその緒プロジェクトに関わってから本当に、本当なんかもう鬱陶しいくらいに何度もフェイスブックで言ってるんですけど、奇跡的なことがいっぱい起こってて、とっても嬉しいです。今日の天気もきっと皆さんの雨降らないでっていう願いが叶ったんだな。みんなありがとうございます。それでは今日はとっても素敵なこの河野るるちゃん、私一番最初から何にも書いてない時からずっと毎日もうルーちゃんファンになって見続けたんですけど、この前で歌えるのとっても嬉しいです。今日は、私の得意な、ちっちゃい時から得意な鼻歌を今ここで感じたままに、ちょっと短めにへその緒の歌の前に歌わせてください。